デビッド・ワトソン・テイラーデビッド・ワトソン・テイラーは、アメリカ海軍軍人であり、造船学者である。現在砲を搭載する限り、全手法を背負い式で、中心船長へ配置するのが最適と言われているが、これを主張し、その最初の戦艦サウスカロライナ級戦艦を、設計した。着工が遅れ、また機関が、在来のレシプロエンジンであったため、戦艦ドレッドノートの影に隠れてしまったが、 サウスカロライナ級戦艦は実際に完成した中では世界最初に設計された土急戦艦でもある。功績は軍艦の設計に限られず、ワシントン DC 郊外、カーデロックに大試験水槽を作り、近代の船舶工学の数用を占める船型学を耐性させた。著書、船舶の抵抗推進は非常に有名であり、 軍艦のみでなく広く、商船を含めて、船舶設計者はまずその中のチャートにより、設計しようとする船舶の馬力を推算するのが、普通のこととなっている。すなわち、アメリカ海軍のみならず、全世界の海を走る、大小無数の船舶が、最小所要割り切れ、燃料効率の良い航海ができ、すなわち現代において採算が取れる状態で、 世界中無数の物資が流通でき我々が豊かな生活を送れているのはテイラーの功績である。フレッチャー級デビッド・ W ・テイラーとしてその名が残っており、その優れた功績から科学賞としてデビッド・ワトソン・テイラーメダルが残っている。ありがとうございます。